はい、どうもこんにちは。ケンタロウチャンネルへようこそ。今日はですね、北海道の味ということでね、北海道の食べ物を紹介していきたいと思います。今日紹介する食べ物はこちら、じゃじゃーん。はい、ホットシェフのカツ丼でございます。はい、今回ね、チャンネル登録者数430人を突破しましてね、おかげさまで本当にありがとうございます。多くの方にね、見てもらえるチャンネルになりました。はい。でね、今日はね、セイコーマートのホットシェフに行ってきてね、カツ丼を買ってまいりました。では早速食べていきたいと思います。ということで、行ってみよう。こんな感じです。美味しそうでしょ。ねえ。でね、これね、ご飯が染みないようにね、こんな感じね、分かれてるんですよ。うん。これはいいですね。でね、これを、箸を用意してた。箸ね、いただいた箸です。これもね、環境にいい箸使ってくれてるんで、提供してくれるんでですね。はいはいはい、見えるかな。で、こうやって乗っけまして、はい、こんな感じでめちゃくちゃ美味しそうです。今日ね、なんでね、セイコーマートのカツ丼食べようかと思ったんだ、かはね、さっきお酒飲んできてね、味の強いものが食べたいということでね、本当にね、セコマートのサガツ丼って美味しいんですよ。はい、じゃあいただきます。いただきます。はい。食べちゃおう。いただきます。これうまいわ。うまい。美味しい。豚肉がいいんですよね。厚みがあってうまいんですよ。こんな味。めちゃくちゃうまい。このご飯も美味しいんですよね。最高。そう、玉ねぎとかもちゃんと入ってるし、この周りがね、親子丼みたいになっててね、とっても美味しいんですよね。最高です。いやー、最近ね、なんかいろいろね、考え事が多くてね、本当になんかいろいろ、これからの人生を考えるようになった。自分どうやって生きていこうかなと思ってね。いやー、どうなんですかね。僕は、なんだろう。自分の人生を切り開いていきたいなって、自分の力でね、切り開いていきたいなって思うのでね。なんだろうな。なんかそこでいろいろ考えるわけですよね。このままでいいんだろうかとかね。何をすればいいんだか、だろうかとかね。あと大学生活もあと2年もないですね。1年半ぐらいしかないので、この間の中で、どのようにね、次の人生に結びつけていけるのかを考える、よく考えるんですよ。本当に考えるようになった。就職活動もしたし、でもこれからどうしようと思って。まあそんな感じの考え事をずっとね、しています。なかなかね、大変ですね。なかなかね、答えが、出ないような悩みですね。いや、これがやっぱり、大学のね、3年生のさ、8月とかに撮ってるんですけど、やっぱりさ、結構就活が早い分さ、人生の選択をさ、すごい早く決めなきゃいけないんですよ。これがね、悩んじゃうね。このまま就活ね、続けていくとかさ、わかんないけどさ、どこを受けたらいいのかとかさ、全然わかんないしさ、なんか、そこで迷いが出るし、インターンシップとかも、出なきゃなとは思ってるんですけど、出れなかったりとかね、自分の用事を優先したい時もありますし、大学生活をね、そう、充実させたいっていう、気持ちもあるわけですよ。
なかなか悩みが深いですね。うん、美味しい。うまいね。ビールの後のね、カツ丼マジうまいよ。うん、味の濃いもの食べたくなりますよね、ビール飲むと。まあ、視聴者さんが未成年だったら申し訳ないです。ね、二十歳になってからビール飲んでください。うん、とっても美味しい。うん、マジでね、北海道来たらね、ジンギスカンとかもいいけど、セコマのカツ丼ですよ、セコマのカツ丼。うん、本当に食べるべき、食べるべき。マジうまいから。まあ、あと夏休みね、これがどうしていくかね、ちょっと僕考えなきゃいけないんですけど。そう、8月の末はね、地域研修して、なんか、アショロ町っていうところに行くんですよね。で、アショロ行った後は、中国の、留学行くんですよ。広州ってとこね、香港の近くに行くんですよ。で、その前のさ、2週間ぐらい時間があって、まあ何をしようかと考えてるんですけど、まあ特にね、予定は入れないことにしててね、その間は YouTube とか作るの頑張ろうかなと思ってます。やっぱなんか留学今年も行くんですけど、何かさ、なんか得てきたいかなと思って、海外行ったらなんか得られるものがあるんじゃないかなって思うんですよ。日本にない何かが学べられるんじゃないかなとか思って、なんか吸収して帰ってきたいですね。やっぱそれで中国行く理由としてはやっぱり、やっぱ中国ってね、テレビで見る中国の側面だけじゃない、いろんなね、いろんな側面がありますのでね。で、日本はね、中国からいろんなことを勉強し、学んできたいわけですからね。そういうなんか、近くて遠い国、今ビザも申請しないといけないんですよ。だから、やっぱりその近くて遠い国の中国をね、経済大国である中国をね、まず知ることから始めようと思ってね。うまい。玉ねぎが結構入ってるから美味しいんだよ、これ。最高。最高。ということでね、今日はこれぐらいになります。今日はセコマのカツ丼いただきました。はい、まあなんかね、北海道のね、味ってことでね、北海道のいろんなね、食べ物ね、これからも紹介できたらなと思ってます。はい、ということでね、430人、チャンネル登録者数430人、ありがとうございました。これからもね、どうぞよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、以上。